カルバンはウエハース三塚です。いや今日はね、ナンバのオタロードというね、このオタクの聖地、この大阪の中では一番これディープな場所に来ましたんで、せっかくですので僕やっぱ名探偵コナンの工藤新一のモノマネをしてますし、アニメ大好き芸人ですから、ちょっとアニメイトでコナングッズ買っていきたいと思うんですけど、まあこの休日にね、もうこんな場所に来れてすごい嬉しいですけど、見たことありますかアニメイト。こんなすごい、でもオタロード界は今すごいですわ。土曜日なんですごい人混みがね、すごい。今芸人の友達に撮ってもらっていますが、じゃあこの後アニメイトに行って、あ、中は撮影禁止らしいな、ダメらしいぜ、トップシークレットな中は。だから中の様子はもう映さずに、買ってきたところまた出てきたいと思います。ではまた会おうぜ名探偵。マフラーをまだつけ慣れてません、いただいたんですけどね、あろということで移動しましたけども、もうアニメイトでね、このコナンのグッズをいっぱい買ってきて一覧の方に来ましたんで、ここで一覧を体内に入れて毛利蘭が出る確率を上げたいと思うぜ。バラはどうする、人もいっぱいいますから、めっちゃ見てますね、ありがとう。こんな感じね、買ってきた商品ね、これベルモット好きだから、ベルモットのステッカーかわいいだろう、黒の組織でも一押し。そしてバーテンダーデフォルメ缶バッジ、これもランが入っている。そしてこれ、これはいいよな、これはもうお店の中でテンションも上がったかわいいこのデザインの、キーホルダーだ、アクリルキーホルダー、いいですね、ランが入ってる音がする。そしてこれ、新一とランが確定で出るやつ、もうここまで俺は手段を選ばねえぜ。これランゾーンと新一と確実に出るんだね。これでグッズ開封していきたいと思います。まずは腹ごしらえ、一覧ということで、まあ、一覧は入れなかったんですけど、まあ、ラーメンを食べたんでね、まあ、喫茶店に入りました。ハブよし、ちょっとせっかくなんでバーテンダーデフォルメカンパチをね、これ開けますわ。ランが欲しいな、やっぱ。いきます、パロア、お、工藤新一、すごい当たりだ、すごっ。このバーテンダー何種類、トレーディングが、何種類かわからないですけど、工藤新一が出ました、すごい。バーテンダーの俺ができました、バーバーロー店主は。よし、ということでもういい流れ来てるんで、これランが出るでしょさすがに。こっちはジャケットキーホルダーというやつで、江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、服部平次、灰原、安室さん、赤井さん、松田陣平、あ、松田さんもいるんや。ハロウィンの花嫁大活躍のね、殉職された怪盗キット、沖安原。キットか蘭が欲しいな、工藤新一でもいいけど、この蘭めっちゃ可愛いんで、ちょっと頼む、頼むぜ、せっかくこんな寒いとこで撮ってんだ、行くぜ、いきます。バロア、あっ、厚紙、まず厚紙や、行くぜ、頼む、行け、バロア、お、工藤新一、え、工藤新一、神引き、これ神引きすぎる、やば、あ、めっちゃいい、なるほど、このちょっとなんかワクワクする空気の入った袋みたいなの入ってますね、すごい、これはもういい流れだ、もう行こう、お前ちょっとコーヒー来る前に行こう、ちょっと開け方は汚いんですけど、660円のバロア、うわっ、ロンドン
のビッグベンの新一がランに告白するシーン再現。厄介なんだよおめえは、おめえは厄介な難事件なんだよ。余計な感情が入りまくって、たとえるがホームズも解くのは無理だろうぜ。好きな女の心は正確に読み取るなんてことはな、のところ。これはえぐい、皆さんおすすめです。これはもう当たりしか入ってないんですけど。ということで新一もランも全員出るという厄介な結果になりました。最高だ。アニメイトのおすすめですわ。これアニメイトで、だから日本橋とかでねアニメイト寄って、何個か買って、でこの日本橋のこの喫茶店みたいなところで開放感のあるところで、キーホルダー開けるのがカメラおすすめだぜ。厄介なスポットは。ということでコーヒー来るの待ちましょう。ベルモットもどっか貼ったらな。ええな、ちょっとありがたいな。かかしありがとうな、撮ってくれて。かかしにプレゼントあげようか。サンキューマートでなステッカーが売ってて、撮影協力してくれたからおめえ、これはコナンじゃねえんだけど、トドロキ君とバクゴーのかっちゃんのこれあげるよ、撮影者に。あんま見たことねえだろ YouTube で。おえやべえ、なんて心のない人間が撮影に関わってやがる。さておめえ黒の組織だな。俺一人で結構喋ってるぜ。長いコーヒー来ねえぞ。長い OK 分かった、長いでやべえよ。俺コーヒーが届いたしね、砂糖入れないとやってられない。砂糖使う？じゃあもらうぜ。うん、違う、まあ、黒の組織の映画だけど来年は黒金のサブマリン、俺はブラックでいけるようなあれじゃねえから、ちょっと黒に白を混ぜて正義の味方だからな。日本の警察は優秀だからな、俺もその一人、正義の味方。すごいめっちゃいいやこれ、この道頓堀川を見ながら。結構これは渋めの、砂糖2本入れたとは思えない、美味しいです。トータル、みんなも今コナンのアニメイトのグッズ充実してるんで、ぜひ店頭を覗いてみてください。来年の映画までにまた盛り上がっていくんでね、早くユニバも行きたいな。ユニバになったらまた YouTube を回します。ユニバのミステリーレストランも服部と和葉が今度キャストとして出るらしいな。そしてラ、うちのランも出るらしいから、そこもワクワクで。ということで本日も見ていただきありがとうございました。あ、工藤新一の好きなレモンパイの原材料のレモン。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。また今度お会いしましょう。ご視聴バローでした。